褒めるって人の心を元気にするものすごいパワーを持ってるんだなっていうこと。そして目の前のことを褒めてるんだけれども、そうじゃなくて、それだけじゃなくって、その人のね、人生そのもの、存在そのものをね、肯定するだけのね、パワーがあるんだなって。皆さんこんばんは。今日も始まりました恋愛心理学アカデミー。皆さんの恋愛力アップ。今日も頑張りましょうね。今日のゲストは服部望実カウンセラーですよね。今日は皆さんにどんなお話していただけるんでしょうか。じゃあ服部望実カウンセラー、張り切ってどうぞ。皆さんこんばんは。カウンセラーの服部望実と申します。今日はちょっとね、私からお時間いただきまして、恋愛にも対人関係にも効くようなね、心理学のお話をさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。今日のテーマはですね、パートナーや周りの人に愛されて大切にされる人がやっていることみたいなテーマでお話ししたいなと思っています。皆さんもね、周りの人とかパートナーに愛されて大切にされたいなーって方って多いと思うんですよね。このね、私もそんな人になれたらいいなーって思っていろいろ試行錯誤してきました。そういう人がどういうことをね、しているんだろうとか、どういうことを心がけていらっしゃるんだろうかって、なんかね、観察してた時があったんですね。それで見つけたやっていることっていうのをですね、今日は皆様にね、シェアしたいなと思っております。今日ご紹介するものはですね、ズバリ、パートナーとか周りの人のことを褒めることなんですね。例えば、人のね、いいところを見つけたら、あなたのそういうとこ素敵だなーって伝えたりだったりとかね。そういう考え方ができるってすごいよね。私にはなかなか難しいなー、尊敬するって伝えたりとかね。例えば、今日の平さんであれば、今日のシャツも素敵ですね。ちょっとなんかシュッとされましたかとかね。そういうようなね、ことを伝えていたり、例えばなんかプレゼントをもらった時とかにね、用意するの大変だったんじゃないですかって、嬉しいです。ありがとうって伝えたりだったり。例えばお家に帰ってきたパートナーに、今日もお疲れ様。あなたがいてくれて本当に助かってるよ。ありがとう。おかげさまだよ。とかね。恥ずかしいからなかなか言えないんだけど、いつも頼りにしてるよとかね。日常にね、埋もれてしまうような小さなことからね、ちょっと言うのにね、照れちゃうようなことまでですね、人のいいところとか、頑張りとか、思いを見つけて伝えてくれる。そういう存在が、身近にいてくれたらすごく嬉しかったりしますよね。時には、その言葉に自分の心が救われたりすることもあったりすると思うんですね。だから、そういうふうに私たちっていうのはですね、自分のことを褒めてくれたりとか、いいところを見てくれたりしてもらうと、今度はね、その人のことを大事にしてあげたいなーって思ったりとか、褒めたい。私もね、その人のことを褒めてあげたいなーって思ったりとか。そういうことでですね、どうやら周囲からね、大切にされたりとかね、好循環が生まれてるのかなって私は思ったんですよね。ちなみに褒めるっていうことに関してのね、心理的効果みたいなものに関してはですね、結構たくさん言われてたりします。二つぐらい今日はご紹介したいなと思うんですけど、まず一つは相手の有能感を育ててあげられること。有能感っていうのは自分は外の世界、例えば大切な人だったりとか、職場だったりとかね、家庭だったりとかにいい影響力を与えることができるんだって感じるものだったりします。だから、パートナーだったりとかから褒めてもらったりすると、自分は大切なパートナーにとって意味のある存在なのかもしれないなとか、パートナーを幸せにしてあげられるだけのね、力があるのかもしれないなって思うことができたりするわけなんですね。それを思うことができるからこそ、もっとね、パートナーのことを喜ばせてあげたいから、こういうことしてあげようかなっていうモチベーションが上がったりとか、例えば困難なことがね、やってきたとき、すごい大変なんだけど、あの人のために頑張ってみようかなって、苦労を乗り越えるモチベーションになったりもするんですよね。もう一つは、好意の偏方性っていうものです。好意の偏方性っていうのはですね、人から何かをしてもらったら、その人にお返しがしたくなるっていう気持ちのことですね。例えば、仕事でね、誰かに助けてもらったりとかしたら、今度ね、あの人が困ってたら、助けてあげたいなーとか、そんな気持ちになったりもしますよね。だからこそ、周囲をね、たくさん褒める人っていうのは、周りからもね、褒められることが起きたりだったりとか、役に立たせてくださいっていう人がですね、寄ってきたりとかして、またその人たちを大事にしたいなと思う気持ちになれたりとかして、こういう感じでですね、幸せな関係を築いてるみたいなんですよね。ということは、もっと日常でね、仲良くなりたいなとか、いい関係性を作りたいなって思う人がいたら、褒めるといいよねっていうことなんですけど、ねえ、すっごいハードル高いなって思われる方もね、いらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。人のいいところ見つけるのってすっごい難しいよねとか、あとうまく伝えられるか不安とか、そういうふうに感じる方もね、いらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。でもですね、私はですね、そういう誰かのいいところを見つけることだったりとか、褒めることっていうのって、そこまでね、難しく考えなくてもいいんじゃないかな、できることなのかもしれないなっていうのも思うんですね。それはなぜかっていうと、私たちはみんなですね、山ほど褒めポイントがあるからなんですよね。ここでね、ちょっとだけ私のお話をさせていただこうかなって思うんですけど、私にはですね、心の中に褒めの師匠がいるんですよ。それは私のおばあちゃんなんですね。私のおばあちゃんはもう亡くなってるんですけれども、大正生まれで農家の長男の嫁に嫁いできてですね、大家族を支え続けてきた人なんですけども、基本的にちょっと静かな方だったんですよね。例えば私が落ち込んでたりすると、何にも言わずにそっと同じ部屋にいて一緒にテレビを見てくれるみたいな、そんなおばあちゃんでした。そんなおばあちゃんはですね、晩年認知症になっちゃったんですね。それで家族の顔も名前も、もちろん私の名前も顔もすっかり忘れてしまう。会話もね、すぐに忘れちゃうって、そんなような状態になっちゃったんです。そんなおばあちゃんを見てね、私もちょっと悲しい気持ちにもなったんですけども、そっからですね、おばあちゃんは新たな才能が開花したんですよ。それがですね、誰彼構わず褒めまくるっていう才能がですね、開花したんですね。例えば、おばあちゃんと私が一緒のお部屋にいるとですね、ふいにこんなこと言うんです。あんたは賢い子やね。しっかり賢そうな顔しとる。ちょっとね、今の方言ですね。私の地元の方言ですけど。そういうふうにしてね、頭を撫でて褒めてくれるんですよ。もう30過ぎのね、私ですよ。子供じゃないんですよね。なんですけど、私のお顔を見たら、そうやってなんか褒めてくれる。で、笑ってくれるんですよね。あんたさんのおかげで、しっかり私は幸せやわ。おばあちゃんはね、状況をしっかり理解していたわけではないし、褒め言葉のバリエーションもすごい少なかったんですよ。同じこと何回も言ってる。そしてね、いろんな人に同じこと言ってたんです。そうは分かっててもですね、なんか私はですね、おばあちゃんに褒めてもらうたんびに、今までの人生の全部をなんか肯定してもらったような、承認してもらったような気持ちがしてですね、泣きたくなるぐらい嬉しかったですよね。おばあちゃんの褒めっていうのはですね、身内だけにとどまらなかったんです。例えば一緒にスーパーに行けばね、品出しをしているバイトのね、高校生の男の子にね、トコトコトコって寄ってって、あんたさんは偉いねって、偉いっていうのは方言でね、立派だねっていう意味なんですけど、ねぎらいに行くんですね。ベビーカーでね、赤ちゃん連れの親子を見ると、赤ちゃんに寄ってって、あんたべっぴんさんよねって褒めたりとかね、お母さんに、あんたさん偉いねって、私尊敬するわって伝えてる。言われた側は、見ず知らずのおばあちゃんに言われてるんだと思うんですよね。だけど、みんななんだか嬉しそうだったんですよね。おばあちゃんにお見舞いに来た人とかも、おばあちゃんを勇気づけに来てるはずなのに、おばあちゃんのその褒め言葉に癒されて、勇気づけられて帰ってくみたいなことがですね、ちょっと不思議なことが起きてたんです。その様子を私は見てて、すごい思ったんですよね。褒めるって人の心を元気にする、ものすごいパワーを持ってるんだなっていうこと。そして目の前のことを褒めてるんだけれども、そうじゃなくて、それだけじゃなくって、その人のね、人生そのもの、存在そのものをね、肯定するだけのね、パワーがあるんだなって。私たち大人って、子供の頃ほどね、褒めてもらう機会ってなかったりしませんかね。このぐらいできて当たり前。普通でしょ？自分の周りの大人にも、そして自分にも、そんな風に思ってたりしませんか？でも、私たちはみんな、何にも一人でできない赤ちゃんでこの世に生まれて、今できてる当たり前ができるようになるまで、みんな努力してね、積み上げてきてるんですよね。そして、今できてる当たり前を維持するためにも、努力とか、その人なりの思いがね、あったりすると思うんですよ。そしてもしね、できなかったこととか、うまくいかなかったことがあったとしても、その人なりに思いがあると思うんですよね。だから、例えば褒めるって思った時に、大きなことを探そうとしなくても、日常に見えたもの、あなたの感性に引っかかったもの、そういうものをですね、うまく言葉にできなくてもいいから、伝えてみるとか、褒めてみる。そういうことをやっていただくとですね、相手の心にもちゃんと届くし、いい循環っていうのがね、できてくるんじゃないかなって思うんですよね。そういう経験があるので、私はですね、なるべく自分がいいなと思ったことは伝えれるようにね、心がけてたりはします。まあ、未だにあまり上手にはね、伝えられないんですけどね。よかったらね、皆さんもですね、皆さんの周りの人とか大切な人にね、いいなと思ったことがあったら、褒め言葉伝えてみていただけたらなって思うんですよね。ここまで聞いて、いやでも私にはね、褒めることができないな、いいなと思えないんだよねって思われた方はね、自分を責めないでいただけたらなとも思うんです。そんな方はね、多分自分にすごく厳しいんだと思うんですよね。なのでそういう方はね、まず褒められた時に気持ちよくありがとうって受け取ること。そしてね、自分でも自分のいいところ、頑張ってるところを見つける練習をね、ちょっとしてみていただけたらなと思うんですよね。絶対にあるはずです。一人でできないなと思ったらね、心理カウンセラーはね、人のいいとこを見つけるプロですからね、よかったら気軽に頼っていただけたらなと思います。最後に私の話を最後まで聞いていただいた皆様にね、その意欲に承認してこのお話を終わりたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今日、服部がお話しした褒め上手な道っていうのはですね、どうしたらできるのかっていうと、人生で一度も褒められたことがないっていう人はいないんです。ところがですね、褒められても、いやいや、滅相もないですよ。もう本当そんなこと、滅相もないですよって受け取りにくい人がいるんですよね。それは誰かっていうと、自分を褒めてないのですよ。例えばですね、さあ今日はどのシャツにしようかな、ニコ生で、あ、ちょっといつもと違ったこれでいこうかな、ちょっとこれにしようかななんて言ったところで、服部さんがですね、平さん今日もシャツはかっこいいですねなんて言って、わかる、いやわかるっていう風になりますよね。一方ですね、どうせね、こんな親父はちょっと派手めで無理しないとなんて思うと、今日の平さんシャツ素敵ですよ。どうせ褒めるところはシャツだけでしょうよみたいな話になっちゃいますよね。それはなぜ文句を言ったり受け取れないかっていうとですね、どっかで私は褒められる価値がないんだっていうふうに思うことを優先していることなんですよ。でね、皆さんによくお伝えしていることはですね、偽善とか裏に何かあるんじゃないのとか、何が企みがあるのとか思ってもいいので、人があなたを評価することっていうのは一回信頼した方がいいですよ。で、それはですね、あ、そう見えるんだ。いろんな人があなたを褒めてくれることが一致しているところがあるんですよ。で、それは多分あなたが表現しているエネルギーみたいなもんなんですよね。こんにちは、ホームメンタルサービスの平です。皆さんが Zoom で心理学勉強できるよの中で一番安くて簡単に勉強できるのは、毎週水曜日21時から私がやっているニコ生っていうものに登録していただきたいんですね。ニコ生は YouTube でご視聴いただくとですね、21時20分まで無料視聴ができるんですけれども、毎月550円の有料会員になっていただくとですね、私ちに質問ができる権利がもらえる。さらにそれだけじゃないですよ。動画が450本も見放題という特典がついてます。450本見ようと思ったらもう何ヶ月かかるのやら。それでたった550円、勉強し放題。もしよろしければニコ生の有料会員よろしくどうぞ。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼に何て言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス 23,100 円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス 63,800 円。人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300 円。もう1講座に割ると 1,000 円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方チェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものを Zoom でやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。